はい、はい、たくさん飲んでます。はい、なんですが、もう言うてももうあとこれだけしかないのよ。そう、あの冷蔵庫の日本酒枯らさないといけないっていう話で、うん、はい、一本もまだ枯らしてないんだよ僕ら。一本はね減らしとかないといけないよね。まずい。720だよね多分。うん、簡単。うん、あとこんだけしかないのよ。こんだけもう5秒で終わるよこの動画、うん、どうする。あのさ、ちょっといやでもルン君飲まないから、ちょっとルン君も一緒に残ってるからさ、早くごめんごめんなさい。あのとりあえず どっちかだけでいいわ。あの優しいからどっちかだけでいい。どっちかだけでいこうか。一応でもルン君弱いから無理しなくてもいいけど、まあ雑魚だからさ、ね、あんまり。でもあの一個皆さんにごめんなさい、のとかないといけないの、あの2杯とも奥が望んだ酒っていう。そうなんだよね。奥が望んだ、うん、当たり前じゃん。恵まない酒あげないもんね。みんな大好き。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃいで生きる酒じゃないけどね。いやいやいや。ああ、正しい正しい。なかなかに、そう結構なかなかにきつい酒よそれ。結構強いお酒作ったもんね。酒みたいな味がする。これ多分あの前の動画かな。うん、出てんのかな、うん、前なのかな、ショートかな。でもなんか綺麗なね、色は綺麗なんだけど、うん、まあ飲んでみたら結構きついっていう。北海道で行ったあの青の洞窟がずっと未だに忘れない、うんうん、そこにじゃあまた炭酸足して1からすれば。あ、いいじゃん。お、いいね。あ、いい、優しい。あ、よかったね。取っといてよ。またまた1から。炭酸誰、炭酸誰、どういうこと、炭酸誰、炭酸誰、頭おかしい、どうなった。救済措置だな。わーい、これね、度数今、わあもう今何、あーすごい、 2% か、度数 2% すごいね。 2% くらいだと思うんだけど。7月の海って感じじゃん。 2% です。ありがとうございます、ね、はい、いってらっしゃい。 2% いいね。あーす、本当に本当にデカピタ。あ、本当にそれは嘘だと思うけど、マジか。美味しいカレー食べてね。いや、カレーがね、うん、カレーがあるから、うん、作られる、まあ無限ではあるか、うん、まあでもまあ肝心なこいつが全く減ってないっていう話にはなってくるんですけど、ね、これはでも減るよ。もうこんだけしかないんだもん。でもね、ごめんね、あのさ、君らがさ、あの撮影してる最中に私多分、うん、結構飲んだよ。でもね、あの減ってるなって思った。うん、勝手に減らしたよ。確かに、あのマジでだいぶあったよね。うん、え、もうないじゃん。もうないよ。え、本当にもうないのよ。ないない。これをあの枯らすっていう動画を一本撮ろうって言ったのに、うん、私はあの酔っ払ったから勝手にうわうめえっつって飲んでて、あのもうないの、うん、からあの、うん、君たち酔っ払ってる場合じゃないんです。ユリンが一番強い説が今出てるよ。ないよ。まあないけど、ないけど、まあでも今日、今のこの動画に関しては、まあ、ルン君雑魚かって話にはなってくるか。まあ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 。でも、アツシ君も、まあ割と結構ひよってるんだけどね、今日は。なんか今日飲まないんだよね。まあ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 。飲んでるよ、別に。飲んでないね。自分のペースで飲んでさ、いつも。ありがとうございます。でも、本当にね、このお酒美味しいから。え、そうなのよ。なんかそんななんか一気するっていうのはもったいないお酒ではあります。のんびり飲んでるよ。のんびり、結構今日ね普通にのんびり飲んでる。のんびり飲んでるよ。楽しく飲んでるよ。そう。私だけなの。今日飲むかってなったの。なってるよ、僕も。今日はもう飲むかってなったの。私だけなの。おい、やめてくれよ。みんな混ぜてくれ。イエーイ。いただきまーす。本当にやめて。無理しない方がいいよ。あのね、本当にね、僕。お酒を強いっていう、うん、自分から言う人が、うん、どんな末路をたどるか知ってるんだけど、うん、さお酒強い人って本当にお酒強くないと言えないもんね。本当に自分から言う人はさ、絶対強くないといけないと思うの、ね、私も絶対お酒強いって言いたくないもん。絶対言わない、うん、本当に弱いって言う。そうそうそう、逆にでも弱いって言った方がいいのよ。逆に弱いって言う、知らない人と飲むときは。自分からお酒強いって言う人は本当に強くない限りは、あのね、世の中ってマジで僕そんな飲めないんです。そう、お酒強いっていう人、ま、本当に強いのかって試したい人がたくさんいるから、うん、俺があのよく行く居酒屋のマスターが、あつし君恋人になるんだったら俺を紹介してあげようかって言って。優しい。いや、初耳なんだよね。大丈夫ですって。初耳なんだ。20歳とかだもん。ああ、じゃあその自分のお店の、うん、まあ
バイトの子の系列はそう大学生だから若いんだ。大学生は18から22だもん。アラサーぐらいになってくるともうそんなに言うてられませんわって。本格的に恋愛感違ってくるもん、ね、そうね。せめてちょっと酒飲めないときついなってなっちゃうから、うん、そこでかいよね。でかい。酒飲めないときつい。そこを自分が育てるのかどうかっていう話にもなってくる。いやでも資質だから、ね、そこはね、そこはもうそあの資質がある、があるかないかだから。でも本当に、ね、だってあのシンプルに体質的に本当に飲めない子とかいるから、うんうん、それは無理しちゃダメ。そう、ただ育てればいくらでも飲めるよねっていう子はマジで、でも結構多いと思う。いや多い多い。でもそれはまあ見極める力はさすがにある、うん、あるけど、無理強いはしたくないからね。そう、アルハラは良くないです。アルハラ良くないからね。アルハラは本当に良くない。まあ好きな子にアルハラしても、ね、振られるだけだから。あんまりまあ強がらずにいてくれたらいいよね。そうするね、ありのまま見せてくれた方がいい。飲めた方がいい、マジで。まあ私らから言うとお酒を飲めた方がまあ嬉しいけど、うん、まあでもそのアルハラをできる範囲なのか範囲じゃない、うん、ないのかっていうのはまあやっぱりうちらがの方が分かってるから、ね、本人がいや全然飲めますよって、いや無理です飲めませんってなるからね、結局。そうそうそう、アレルギーとかだったらもうね、しょうがないけど、しょうがないから、しょうがないけど、でもやっぱりこれ美味しいねって一緒に共有したくなっちゃうのが酒飲みの差がみたいなところも、ま、そう行くところも大体居酒屋とかになるしさ、なりますから。そう、お酒一緒に飲んでほしいなってなりますから。なっちゃうんだよな。僕もなんでお酒やめようかって一回思ったことあるんだけどさ、無理です。無理だった。あの酒飲みがお酒をやめることはねできないです。できない。なんかあの1ヶ月断酒して泣いちゃうぐらいにはお酒好きなんだと思ったから、まさに多分本当に無理なんだと思う、ね、本当に。うちの一族もみんな、うん、みんながみんな健康診断の前の日以外は酒を絶ったことがないっていう箱ばっかだから。やっぱ血筋だよね。血筋、うん、僕もうちのお父さん結構本当の酒くずだから、うん、だって無理。そう、絶対毎日飲むもん、うん、絶対毎日 100% 毎日飲まない無理です。なんか、うん、あのね、本当に無理。あの別に、うん、あなんか無理やりお酒を飲むことを、もういけんじゃない？もうあと一杯か。お酒を飲むことをやめさせることはできると思うけど、うん、あのなんだろう。はい、いけた。えい。うい。うい。うい。これちょっとじゃあちょっとアップで。なくなったやつをお寿司なくなりました。な、はい、くなりました。もう、ね、720はねございません。あのお通しぐらいだよね、うん、お通しは過ぎた。お通しで飲める。いやでもそんなもんだよ。あでもさすがにこれはガチで、しかもこれマジで美味しいの、うん、美味しい美味しいから、これマジですぐなくなるだろうなって思った後に、うちらちょっと苦手な酎ハイを、まあそう、いろんなもの飲んだからね、言ってるから、まあちょっと、まあまあベロベロではあるけど。俺だっていつも行ってる小料理屋行くと、日本酒丸々1本枯らして帰るから、うん、で4号、1号って大体 180ml ぐらいでしょ、うん、かける4だったらさ、シェア32の720じゃん。でも3人で3本枯らせると思う。全然余裕、1人4合飲めば余裕だから、うんうん、そんぐらい飲めるんだけど、今回ちょっとね、ちゃんぽんしすぎて、あまりにも。あの、うちらが一番苦手なものを間に挟んでしまったんですよ。そうそうそう、やりすぎたね。やばい。みんなのために、これでも、みんなのためにやってますから。今後のために。でも今後のためにね。でもさ、あの、ためにはなるよね。こんだけさ、あの日本酒とか焼酎とかバカほどさ飲みまくってる人でも、あのチューハイはきついんだよっていうのをみんなに分かってもらえるっていう機会ではあるよね。そう、あのきついから本当にみんながなんかいくら飲みやすいからって飲んでて、うーわでも飲みやすいのにきついわって思ってたにしても、あの酒飲みでもきついんだよっていう。きついんだよ。そう、あのこれさ、あの1回視聴者さんからあの質問いただいたのがあって、うん、何種類からちゃんぽんだと思いますかっていうのがあったの。
3じゃない。3だよね。やっぱ3だよね。やっぱ3だよね。さっきさんだってビールは当たり前だよ。わかる。え、めっちゃわかる。その絶対3だと。あの一杯目のあのビールはもうあのノンカンレベルなんだけど、まあノンカンではないし。ノンカンではない。一杯目じゃん。で二杯目まあなんかその自分の得意なお酒を飲み始めるじゃん。で三杯目あのなんかちょっとえでもしんどくなってきたな。と思って自分の得なんかもっとちょっと今お酒今飲める感じのお酒飲み始めかなって思って、まあ、3杯目まではでも言うて許容範囲やん。でも4杯目ぐらいから逃げ始めたらあもうこれ終わりだって思う。やってるなって思う。そう3杯目まではまあギリギリちゃんぽんの中でも許容範囲かなって私も思う。私も思う。突然一緒のものをずーっと飲んでたのに、うん、ソロ突然変える人いんだよ。いる。いる。いる。マジで。それは俺もマジで。それは若い頃はそうだったけど。本当にもうあそろそろきついんだなっていう。そう。それってもうねダメなサインなんだよね。うん、もう飲んじゃダメなの。飲んでダメなの。割と気づいてあげないといけないから。そう。うん、しかも変えるとき意外とワインとか行き出すから。ワインはやばいよ。それもマジで終わりなんだよね。待ってます。そう。それやり始めるとマジで、あ、こいつマジでもう、あ、終わった解放必要なレベルだってなって、終わるっていう。気をつけてくれ、マジで。まあ、お酒は、まあ、自分のね、付き合い方をちゃんと見つけていただくと、ただ、一番いいですね。これだけは言える。若いうちに失敗しとけ。間違いない。一生許され。若ければ何でも許される。若ければ若いほどいいね。うん。酒の失敗はね、そう。若いから。あの酒飲みであればあるほど、うん、あの若い子をあの許すっていう傾向が私はあると思います、うん、だって経験が浅いんだから当たり前だよね、うん、当たり前うちらがどれだけ失敗したと思ってんのって話。未だに失敗するし未だに失敗するからね。全然する。まあでもチェーンがちょっと変わってくるっていうね、うん、20歳ぐらいの頃とはね経験は一応積んでるから違うの方でっていうぐらいの、うんそうね、お疲れ様でした皆さん。はい、お疲れ様でした。ということでお酒には気をつけていただくということで。アルハラはダメです。アルハラはもうダメ。気をつけて。うん、本当に。ただなんか飲める範囲であれば飲んでほしい。私ちょっと良くないかもしれない。ごめんでもアルハラ気質では。アルハラ気質ではあるから。うん、ただまあアルハラ気質の人はまあ相手がどれだけ飲めるかっていうのをちゃんと見極めた上でやるっていう。これ飲めない人にアルハラして本当に相手を殺そう。うん、ここ3人はね割とまあ飲める範囲でやってる。3人とも結構同じぐらい。あの飲まないくせに進めてくるやつはマジカスだから、マジで蹴飛ばした方がいい。自分で飲めよ。自分が飲まないくせに人に酒ばっかり渡してくるやつは蹴飛ばした方がいいよ。あの死ぬ覚悟でちょっと飲ましてますから、ね、心臓あたり蹴飛ばした方がいいよ。自分で飲んで相手も飲めるならいい。そう自分あの死なばもろともですか。そう死なばもろともで、いつもあの飲ませてくる人がいて自分がまだ飲めるんであれば、え、飲ますよね、絶対飲ませよ、じゃあ一緒に飲みますよねっていうのはマジで大事って言って、相手が断ってきたら あみたいな、下打ちして、あ、いいっすって言えばいい。特に異性、あ、そう、うん、特に異性、異性、うん、ああ雑魚っすねで煽っていこう。そう煽っていけば大丈夫。相手のプライドを傷つけていく、傷つけていこう。ウーロン茶をいかにね、分からないようにウーロンハイのつもりで頼む、うん、一番大事でございます。何ウーロン茶じゃんって言われたら、うっせって言えばいい。え、全然入ってますね。薄いのかな、お店間違えたのかなぐらいのつもりで、あ、そっちが言えば、うん、店員さんも別に、あ、すいません、ちょっと薄かったですかねって多分言ってくれると思う。ああいうところに慣れた店員さんだったら多分言ってくれると思います。まあウーロンハイのつもりでウーロン茶くださいって言えばいい、こっそりで言えば、うん、で言ってその出すじゃん、うん、で向こうがまあたまたま飲もうとするじゃん、うん、でえこれウーロン茶じゃないみたいな、ウーロンハイじゃないって言われたとしても、うん、ええでもそうですかね、えでもどうだろう、ちょっと薄かったのかな、違うって言えば、あ、飲み屋の方だったら分かってくれると思うので大丈夫ですっていう話。あ、俺クラスで殴れって言おうとしたわ。うん、さあ大丈夫です、うっせーパンツ。お酒の場は皆さんおのおので、そう、自己管理大事だからね。困った時は誰かの配信の時に
あの相談してください、はい、多分誰か答えてくれると思います、はい、みんな酒飲みなんで、お酒飲んでください、とりあえずバイ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 、ごめんね、酔っ払っててごめんね、なんかルン君が終わりたそうだから終わるね、バイバイ、おーい、バイバーイ、バイ。